ポーズをね作りました。私が書くとこういうポーズになるかなっていう素体のポーズをね作ってみました。うん。でまず手の方から説明しましょうか。まあ、どっちもすごくね難しいんで、こう簡単に説明するだけでは全然説明しきれないんですけど、こういうね、なんだっけ、こう横に手をしてるタイプなのかな。こうあちらをご覧くださいみたいな、こう手のひらを刺して案内するみたいな感じなのかなと思ったので、とりあえずそれを意識してみて書いたんですけど、そうなるときにこれはなんだろう、イラストを描く上で結構全般的に使えるテクニックなんですけど、真横を描くときにそのまま真横で描かないっていうのが一つのなんていうかごまかしの手法でもあるんですけど、あるんですよ。どういうことかっていうと、このままねまっすぐ真横もちろんありなんですけど、ちょっとこう見づらいっていうか、なんか絵的にこう難しくなっちゃうんですよね、うん、よく密度がないって私が言うんですけど、ちょっとね絵としてやぼったくなってしまうっていうのかな、もったいない絵になってしまうので、あえて少しだけこう角度をつけてあげる。そうすることによってこうこのね厚みの部分も出るし、情報量がね増えるんですよ。情報量も増えるし、こうパッと見た時に見る人がちょっとこう見栄えが良くなるっていうんですかね、うん、これ何でもそうなんですよ。普通に真横描くだけじゃなくて、こうちょっとねずらしてみる、角度をつけてみるとか、あと人だけじゃなくてこういうなんていうか紙の束があったとしても、ただ単純にコピーペーストして紙の束を書くだけではなく、ちょっとずらしてみるとか、変化を加えることによってこう厚みというかね、手が加わった感じっていうのが、Good evening、Hello ゆきしぐま、I'm fine thank you、And you?っていうのがあるので、結構ねどの場面でも使えるテクニックなので、一つワンポイントとして覚えていただけると嬉しいです。ただ単純にこう全く同じものをとか、こう、ま、真横を囲んでなく少しねずらす的なもの、そうするとね変化が出るので少しね見た目が良くなります。もちろんね意図的に真横に描く場合もあるんですよ。三面図とか、こういう前から描いたの、横から描いたのみたいな、後ろからみたいな、そういうのを描くときはもちろんちゃんと真横からとか描く必要があるんですけど、でまあそう考えたときに、私はちょっとねこう手に角度をつけてね今回は描いてみました。こうね、でそうなったとき手の描き方、まずね、ゆうきひぐまさん、 I'm fine thank youアンジュー、アーハン。センキュー。ブロックで考えるといいかなっていつも私、アナウンスさせていただきます。手のひら、こう書くんですけど、この時に、まあもちろんね、指があるんですけど、こう、指があると思うんですけど、まずね、3つのブロックに手をね、考えていただくといいかな。なるほど。手は角度が大事なんですね。そうですね。角度、真横からもちろん描いてもいいですけど、まあ、どんなパーツでもそうなんですよ。この素体もそうなんですけど、こっから真横で描いてしまうと、なんかちょっと、こうなんか、やぼったい絵っていうかなんか、ちょっとね、見栄えがよろしくないというかなってしまうので、少しね角度をつけてあげると、こう密度がね、密度や見栄えが良くなるっていう、まあ、一つのね方法ですね。まあごまかし方なんで、まあそういう方法もあるよぐらいでね覚えておいていただけると嬉しいです。まあ、ちょっとね全てのものをこう縦と横のまっすぐとか真横以外でもちょっとねこう書いてあげると、こう奥行きが出るっていう、そういう話ですね。ね。ひな太郎さん、体をひねらせて、見せる、そんな意識であります。そうそうそう、そんな感じで、そう、そんな感じで、
大変遺憾でありますと強く抗議していくわけです。非常に強い言葉で抗議していきたいと思います。そんなこと言ってたかどうかわかんないけど、そんな中で、手は3つのね、パーツに分けていただくとわかりやすいかな、まず。親指がね、あるここの部分を1つ、B パーツ。おんぎりせんべいさん。総理ペンギン。そして右下のね、ここの厚み。なるほど。で、端分の手を模写した感じなので、全然組み立て方がわからないんですよね。それに関しても一つね、いい方法ございますんで、後ほどお待ちください。と、あと、一番私がね、注意してほしいなって思ってる、この C のね、水かきの部分ですね。この3つをとりあえずね、意識して書いていただくと、わかりやすいですね。こうね。そこから、まずね、水かきの部分を意識して書いていただいて、その後、親指の部分とかをつけると、結構ね、わかりやすくね、書けるかなって思います。で、その練習法、具体的な練習法なんですけど、これはね、ゆうきさんとかの、時にも少しね、ご案内したんですけど、自分のね、そう、手をね、模写、もちろんそれすごくね、いいんですよ。大正解なんで、やってほしいんですけど、そこの中でも、あと、トレスする方法もね、一つ、結構ね、いいと思います。これちょっとね、写真とかをね、フリーの写真とか持ってきたやつなんですけど、私の手ではないんですけどね。こんな感じで手とかは、自分の手でいいんで撮っていただいて、もちろんね、デジタル環境がない方は、模写していただく感じでも全然いいんですけど、そこの時に、先ほど申し上げた、三つのパーツをね、意識して、ちょっとね、まず、ブロックで書いてみる。それから、指をつける。ね。こんな、ラフでいいんですよ。こんな感じで。トレスっつっても、線なぞらなくていい。これくらいでいいの。ほら、こうしたら、もうなんか、ラフっぽくない？なので、このできたラフに自分でつけていく。自分なりの線、自分なりの肉付けをしていくだけで、ジャキさん、ほうほう。指。なので、まずね、U さんの場合は、おそらく、U さんでもデジタルでも書かれてましたよね。デジタルだと、こういう感じで、自分の手を取って、写メで取って、トレスしてみるっていうのでも全然いいかなって思います。もう全然違うでしょう。一致してないから、これだけでもね、全然オリジナリティある手になるかな、みたいな感じしますよね。自分のね、手であればね、全然権利的なものもね、問題ないかと思いますんで。で、そこで前、ゆうきさんに一度ご紹介した方法なんですけど、女の子の手を描くときに困ってるっていう話が出たと思うんですよ。で、確かに、男性のイラストレーターさんの場合ってどうしても自分の手は男性なので、結構、ごつくなっちゃいますよね、こうやってね、描いたときに。なので、どうするかっていう、前口頭で、提案したんですけど、こういう感じで、ラフ書いていただいて、この段階だと、まだ男性の手をトレースした段階の、手なんですよね。だから、ごついんですけど、そこから、要は、自分の男性の手をトレースした、この線をさらに女性に変化させていく。女性っぽくデチューンしていく。っていう方法は結構個人的にはいいのかなって、面白いんじゃないかなって。今ねうまくいくかどうかわかんないですけど、手って
基本的に別に女性の手が腕6本あるかっていうとそういうわけでもないですし、シルエットが別に違うかって言われたら違うわけではないので、基本的な構造はね同じなので、こう女性らしいポイント、指が細くなったり、若干指が長めに書いてあげたり、シナリオつけてあげたり、そういったね、こう女性らしさのポイントを押さえていただけると、いかがでしょうか。こういう例えばですけど、こういう自分の手からこういう感じの、ものをこう二段階分けてトレースしていく、トレースというよりも完全にこう参考にしていくっていう段階に近いとは思うんですけれども、こういう風な感じでヒントに使っていくっていうのは結構いいんじゃないかなってちょっと思っております。なのでね、さっき言った通りね、こう水かきの部分があって、ね、親指のね、こう付け根とちゃんとありますね。このあたりはね、しっかり押さえていただいて。わかめさん、なるほど、勉強になります。いかがでしょうか。まあ、なので男性だったとしても、そういう風に自分の手の、まあ、形自体はね、こう大まかには取れるので、そこからね、段階を得てね、こう女性らしい手にするか、はたまた逆に言えばここからこうもっとね、男性らしいっていうのかわからないですけど、こう肉付けしていくことによって、私指が短いので伸ばします。あ、そうそういう風にして自分の指を理想のシルエットに近づけていくっていうだけでも結構ね、書けるんじゃないかなって思います。ふみさん、あー、もう時間だ、行ってきます。あー、ふみさん、いつもありがとうございます。お疲れ様です。行ってらっしゃいませ。まあ書き方によってはね、このシルエットからこう3ピアスターズさん、いってらっしゃい。太くね、お気をつけてください。短くすることによって若干印象、ジャキさん、いってらっしゃいませ。変わりますよね、なので、なんかね、こういう感じで、特にね、手ってすごく難しいんですけど、自分にね、右と左両方ね、ついてるんで、ぜひね、こう、文明の利器のね、写真をね、手を取っていただいてね、それでね、先ほど申し上げたね、パーツでね、考えていただく、この意識をね、持っていただくと、結構ね、書きやすくなってくるんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。毎日19時半よりお絵描き配信をしています。イラストの意見交換や、どうしたら漫画家、イラストレーターになれるかなど、相談会もしています。みんなでゲームや漫画について語ったり、楽しく遊んだりしませんか？皆様のご来店お待ちしております。今日はありがとうございました。